はい、どうも、サムライです。今日はちょっと短めの動画になるんですけど、はい、今日もダイソーの帯締めでやっていきます。2本取りなんですけど、玉が上のピンクは3つで、下の紫は1個のやつでやっていきます。大体ですね、この浴衣の帯締め何個か出させてもらったんですけど、これですね、大体サムライはやっぱ癖でちょっと左で作る、ことが多いんですね。はい。こう下から上に通して、で、いつものように巻いていくんですけど、この玉をですね、ちょっとここの輪っかのところで残したいなって思って、なんか声ひっくり返ってますね。思って言いながら、はい、やっております。TikTok でですね、ありがたいことに結構見ていただいてる方が多くって、そしてこちらに、YouTube の登録者数も徐々に増えてきております。まだまだお伝えしたいこといっぱいあるんですけど、やっぱり皆さん補正とか、その中身見たいところなんですが、サムライの場合はですね、やっぱり1万フォロワーに行くのが、目標でやってきておりますので、そこまではちょっとこういうカジュアルな、動画をお送りしております。はい、ここで途中でちょっとあんまりごちゃついてきたなと思って、ちょっと予定変更で、長くしました。はい、こういうふうにですね、伸ばしてですね、そこからどうしていこうかなっていう感じで考えまして、こう、私世代の人分かってくださると思うんですけど、ゴム飛び、子供の時に遊んだゴム飛びみたいにですね、この交差一本ずつをこうくるくるっとしていくんですね。結構侍のオリジナルで、創作っていうのがですね、やっぱり自分が経験した遊びだったりとか見てきた好きなもので構成されています。なんか美術にハマったりとか、いろいろちょっと建築にハマったりとかですね、そういう目で見たものがこういう帯締めのアレンジに、結構活かされてるっていう感じです。続いてのこの帯締めなんですけど、こっちのタイプの方が可愛い感じがあります。はい、まずまた片鼻で結ぶんですけど、この返してきた時にですね、ちょっとこう浮くような感じで、でこれをですね、必ずリボンを、同じにしないといけないっていうルールは設けてないです。これが創作の楽しさだと思うんですけど、やっぱり玉のところ一回通したい気持ちがあるんですね。やっぱここをちょっとなんか目立たしたいっていうのがあるみたいで、はい、ちょっと引っ張ってまたずれてもまた戻って、はい、紐結びなんで自由に戻っていくといいですね。こういう風にかけてですね、ここだけでもお花が出来上がったっていう感じですね。今回の名古屋帯なんですけど、なんていうんですかね、この穴が開いてる透かし、なんかこう詳しい人からしたら笑われるかもしれないんですけど、夏の名古屋帯を浴衣なんですけど、夏の名古屋帯でもアレンジしたっていう動画も前回の動画で上げてますので、そちらのリンク貼っときますので、よかったらご覧ください。今日は短い動画ですけどアップしたいと思います。